鎌倉ハムは旧神奈川県鎌倉郡で製造されたハムを源流とする食肉加工品のブランドである。特定の企業が製造する日本ハム、伊藤ハム、プリマハム等と異なり複数の業者が製造している。鎌倉ハム富岡商会のハム横浜の山手で農園を経営し、居留地の外国人向けに西洋野菜を販売していた英国人、 ウィリアム・カー,ーティスが1874年、鎌倉郡へ、カシオ村で、白馬邸というホテルを開き、その敷地内に牧場を設けて、ハム、ベーコン、牛乳、バターの製造を始めた。ホテルを開く際には、カーティスの妻金が奉公していた、王将屋の斉藤家の助力があったという。その頃、下カシオ村の村長であった斉藤家の斉藤真平は、農業を生かした。 工業化を模索し、ハムの試作を行っていた。マンダイラは、金のつてを頼って、カーティスから製法を学ぼうとしたが、うまくいかず、権利金を払って、ハム製造の権利を獲得。カーティスの下で使用人をしていた、カシオ出身の斎藤閣次や増田ダジの協力を得て、1887年1月に工場を完成させ、斎藤商会を創業。 ハムの製造を始めた。鎌倉ハムという名称は、帝国海軍への入札の際に品名を決める必要があり、鎌倉軍で製造していることから名付けたという。一方、カーティスの下でハムの製法を覚えたマスラが1879年に工場を設立し、1881年頃に試作に成功したとも伝えられるが、他の資料と整合しない。また、 カーティスからハムを仕入れて、鎌倉軍小坂村の大船駅でサンドイッチを販売していた富岡修造も、1890年にハムの製造に参入した。鎌倉軍では他に、カシオの岡部や、下泉の清水や、下井田の田丸家でもハムの製造が行われた。斉藤商会の鎌倉ハムは、1895年の第4回内国官業博覧会で有効賞。 1904年のセントルイス万国博覧会で銀杯を受賞すると高い評価を受けた。カシオ町には斉藤商会がハムの冷蔵に使用した倉庫が現存している。1906年には斉藤、マスダ、オカベラの製造業者等により日本ハム製造株式会社が設立され、1907年12月に開業式が行われた。また、 1907年7月には、横浜市根ギ市に鎌倉ハム製造会社が設立された。これにより、富岡商会、日本ハム、鎌倉ハムの3社が定立する状態となったが、1909年に鎌倉ハム、1910年に日本ハムが解散し、2社はいずれも短命に終わった。斉藤、増田、岡部らの製造業者は独自の事業に戻り、大正初期には、 富岡商会、斎藤、岡部により、鎌倉ハム製造組合が結成され、協定を結んで仕入れ、販売を行った。株式会社鎌倉ハム本社、ありがとうございます。